源氏物語年律とは、一条、金吉の著作であり、源氏物語の体系的な年律としては、最初のものである。伝本によっては、源氏物語書簡年律と題されていることもある。本書は、1472年成立の一条、金吉による全巻にわたる注釈書。 課長余剰に先行する1453年6月の成立とされる。源氏物語の作品内における登場人物の年齢や年率についての考察は、奥入り、公安源氏論議や、川解賞などこれ以前の注釈書においてもある程度は触れられてはいたものの、本書のような源氏物語の全体にわたる体系的な年率がまとめ上げられたのは、 源氏物語の注釈の歴史の中で初めてのことである。序文において54条の年立ちを記すものであると説明されており、一部の伝本の関東に付されている詳細な辞書には、関家の詩文には年譜目録というものありて、所作の前後昇進の年月を買うかえ見るにその使いを得たりしかるに、源氏物語54条において、 初夏の注釈これを欲しといえども今だ一部の年立ちを、ミスこれによりて、霊全員のご誕生常の人にかはることなしといえども、急節に三年体内に増しますといへりまた、カホル大将の昇進竹川勾配より、後の宇治の牧の移りに、総意のことを欲し水原川会の諸将にも筆を差しを、 彼はべりきまぐいの思うところいささか死分の、例になすらへて五十四条の都市たちを記す。そのうち切りつほより、まほろしのまきまては、ひかりくんの年齢をもてまきを、さため匂いのまきより、うじ十条に至りては、薫る大将の昇進をもて団を分かてりたとえは夏のを、もて天心空をうかのほはまぐりをもて渡つ海をはかるか、ことしかならす。伝聞の人にあひってその誤りをたださむことわが望む。 ところなり問いヘリ、京都区密の鳥の年6月に、これを記すと記されている。これ以前の、源氏物語の注釈では、単純に各巻がそれぞれ一つ前の巻で描かれている、出来事に続く時点の出来事を描いていることを、前提にして解釈を加えているものが、多く、例えば、公安源氏論議では、霊勢カドについて解任が、 明らかにされてから生まれるまでの各巻の記述を追って、季節を重ねた結果、勢静御門は、母の体内に3年いたとの結論を導き出し、偉大な人物は、母の体内に3年いたとされるとして、聖徳太子などいくつかの事例を引いて中性的、神秘的な説明を加えている。これに対し一条金吉は、源氏物語には作中に描かれていない期間が、存在したり、 各巻で描かれる、時間帯に、重なりが存在したりするとして、上記の冷泉ミカドが、母の体内にいた期間についても何ら不自然な点は、存在しないと結論付けている。写本には一仕立てと二仕立てがあり、二仕立ての、場合には、切りからき柱までと培子から、夢浮き端までに分かれる。半本は二仕立てになっており、 内容の分け方は2冠したての写本の場合と同じである。ありがとうございます。